みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのよしほです。はい、ということで、今回はですね、今回は、私のスマホが壊れたということで、その、経路を、経路経緯経緯だすいません。経緯経緯を話していこうかなと思います。夏休み、まあ今も夏休みなんですけど、夏休みの間に、水族館に行っちゃって、行っちゃってって別に悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃない。全然行っていいんですけど、その水族館に行って、イルカショーを見てたんです。で、写真撮ろうと思ってさ、蹴り出して、膝の上に置いたんですよ。カバンの上の、膝の上に。で、お父さんが水を買ってきてくれて、もらった瞬間に落とした、携帯が落ちちゃったんですね。で、拾ってみたらもうあの画面感じだったんですけど、あの私以前に一回水没してまして、この携帯で、なんかその水没がきっかけに私結構何回も壊してて、スマホをなんかちょっとの衝撃で壊れちゃうんですよ、この携帯。だからなんか志保ちゃんがあまりにも携帯をね乱雑に扱っていつも壊してるってやっぱ視聴者の人はそう思っちゃうかもしれないんですけど、水没そういうわけではなくて、なんて言って説明したいのよ。最初のその水没がきっかけで携帯がもうなんか直したは直したんだけども弱ってる、まあ人間で言うとまだちょっと基礎疾患、そうそう、病気がまだ完全治ってないけど日常生活は遅れてるみたいな、うん、常にこうちょっと体に増加疾患があるみたいな感じのってことかな、要は。だから、なんだろう、普通の人が別にちょっと落とすぐらいだったら全然みんな平気じゃないですか。私、ママも結構、まあベッドの上から落としたりとかするけど、別に壊れたりはなかなかしない。結構丈夫じゃん、うん、携帯って。うん、だけど、ね、物事がすごいことがある限り壊れないみたいな。でもしほちゃんの携帯は一回そう水没してて修理に出してるから、なんか画面がちょっとなんか弱いっていうか、本当にちょっとの衝撃で落ちちゃうんですよ。あ、落ちてる。ちょっとの衝撃で画面がなんかこう線が入っちゃったり、液晶が変っていうのかな、やっぱりこの水没で液晶が一度変になっちゃってるからか、液晶がやっぱ変なんだよね。この前もなんか 前々回もなんか濡れてますねみたいな感じで、水没してますかって聞かれたぐらいで修理出したとこに、そうそうそう。でもあの線が入ったぐらいで一応動くんですよ。だから使ってたの、普通に線がついても、そう使ってて、そう一回ね、私水族館の前から実は壊れてて、そうなんですよ。一回落としてるんだよね。また、そう友達と遊んでた時にちょっと落としちゃって、落としちゃって、でね、あのここに線が入ってたんですよ。ごめんなさい、ここに線が入って、黒い線が1本入っちゃって、ここがね見えない状態だったんですよ。そうそうそう、こういう感じの状態でも動くんですよ、画面は。液晶が悪いだけで全然動いてて、ね、どうしようかなと思って、まあしばらく使えるからそのままね、いいかなって言ってしばらく使ってたら慣れちゃって、もうこれでいいやみたいな。あ、でも一つさ、謝らなきゃいけないじゃん。あのここの右が黒かったからさ、TikTok のハートが押せないっていう。そう、あのね、画面は動くんだけど、なんか押せてるか分かんなくて、なんかこうやっちゃうと、なんか、押してる人と押してない人とばらつきが出ちゃうかなとか思ってて、一時期押せなかったんですよ。そこは本当にすみません。コメントとかも、送信が押せなかったり、うん、なんか、端っこがとりあえず黒いから、読めないし、分からないよね。そうそう、文字読めなかったし、だからそういう時は、写メ撮って、うん、ちょっとちっちゃくして。ちっちゃくして、ここが、あ、押せてないなとか確認しながら押してたりしてたんですけど、そう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 、そこは本当に、ね、そうなんですよ。で、それがあって、うん、今回、ちょっとね、膝の上から、ちょっとポロンと落ちたぐらいだったんだけど、一気にバーって真っ黒になっちゃって、真っ黒っていうかバーコードみたいに。でもね、ちゃんと動いてたんですよ。そう、動くことは動いてるんだけど、真っ黒だから分かんないよね。ちゃんとあの画面も開いたし、パスワードもちゃんと押せて開けたし、山間で押すんだけどね。で、LINE とかも開けたもん。ただ文字が見えないし、もうどこに誰がいるか分からない状態で、むやみに触っちゃうと既読だけつけてね、そうそうそう、終わっちゃうみたいな感じで、あんま触ってなかったんです。そうだね。そうだね。で、まあやっぱりあのちょっとね、遊びに行ってた時になっちゃったんで、しほちゃんのテンションもちょっとイルカショー、ほんと
直前だったから、本当にまだね、実感がなかったみたい で、ちょっと壊れちゃったなって。壊れちゃったな、ははって壊れちゃう。で、車帰った瞬間に、一気にテンションが下がって、私。現実に戻ったよね。そう。やばかったでしょ、私。うん、そう、車で、なんか、改めてなんかスマホが壊れたって実感しちゃって、テンションが落ちてたんですよ。あと、お腹空いてたんですね、私。もうダブルだったので、本当になんかもう、そっからテンション下がっちゃって。まあ、とりあえずね、もう、もう15分ぐらいで開き直ったよね。まあ、諦めた。そうまあ、でもちょっとやっぱり、ね、ことの重大さにはちゃんと気づき、実感し、うん、まあ、ちょっとね、落ち込んでました。なのであのちょっとねショートで落とした瞬間の撮影した動画を上げてるから、みんなちょっと翔ちゃんを壊してもちょっとずいぶん陽気だねみたいな感じだったかもしれないんだけど、実はその後すごい落ち込んでて、まあ反省もすごいしてて、でももともと本当にママが弁解するわけじゃないけど、本当にちょっとの衝撃でもこの携帯おかしくなっちゃうんですよ。だからいずれね、もうこのままずっと使ってても、ちょっとの衝撃で壊れて修理代がかかるなら、新しい携帯に変えた方が今後いいよねっていうことで、うん、次はもう新しい携帯に変えようっていうちょうど話をね、してた時で、うん、その時に壊れてしまったんだぞ。そう。一回スマホのショップにも行って、いろいろどうしたら家族で一番安くなるかみたいなのを一回話もね、ちょっと聞いたりしてて。してたしてた。そう、その最中の旅行っていうか、まあ夏休みだから遊びに行った先で、なってしまったんだよね。うん。もうどうしようもないから、しょうがお盆中だけど、スマホショップに行ったんだよね。うん。行った行った。修理を出さないで、今回はじゃあ変えようっていうことで、とりあえず行ったんだけど、9月の頭に、安くなんかこう機種変ができる時期があるって教えてもらったみたいで、じゃあその時に交換しようかって言ってて、それまでじゃあ代替機みたいなので過ごそうってことになったんだけど、よく考えてみたらこのスマホは画面が真っ黒なわけよ。でこの代替機にデータを移そうと思ったら、うん、移せないわけよ、真っ黒だから。どこにボタンが、操作できないから。移すみたいなボタンも、そうどこに出てるかわからないし、一応起動するから、起動するはするんだけど、むやみに触れないっていうか。そう。押すボタンがどこかわからなくて。最初のパスワードも何回か間違えると、開かなくなっちゃうし、5分、10分、15分みたいな、見えないから山間でねやって開くしかないから、でももうどうしようもできないことに気づき、結局もうすぐ修理直るところに持っていくことにしました。もう本当いつもお世話になってる、そういつも本当お世話になってるとこがあるんですけど、最近そこがすごい早く修理してくれて、50分ぐらいでね、夜にもかかわらず50分ぐらいで修理をしてくれました。50分って言われたけど実際もっと早くて、そうだよね、いつもなんか早いよね、そうそう、終わるの結局ね。無事ね、携帯の画面も無事直りました。まあでもなんか一応修理も種類があって、なんかこう操作が、なんだっけ、なんか純度、そう純度がいいとかは悪いとかっていうのがあるんだよね、やっぱね、修理にも。で前々回、一番いいのにしてて、純度が。で、まあ、めっちゃ良かったんだけど、純度がね。今回は一番安いのにしました。一番純度が低いやつ。まあ、これから機種変するかもしれないっていうのもあったし、とりあえず使えればいいやっていうので、一番安い、一番まあ純度が悪いって言って別に反応しないわけじゃないんで、まあ、一応使えてるということですね。はい、たまに押せない時とかあるけど、でも何回か押せば全然使えるし、もうなんかそれが苦じゃないよね。視野を遮られたりしてたりしたし、なんかもうそれが全然なんか苦じゃなくて、全然これでいいな。常になんかね、携帯に苦なんかね、難があるよね。そうなの。なんか常になんかこの携帯呪われてるのかなみたいな。そう、なんかもうなんか常になんか難を抱えてるよね、その携帯ね。まあ別にいいんですけど、使えれば。別に使えれてれば OK ですよ、こういうのは。うん、そうですね。そうなんですよ。こういう形で、今からもう修理に出して、まあ一番安いプランで、
接触とかちょっと悪い時もあるけど、とりあえず今画面も綺麗に直って使えてる状態に落ち着いてます、はいはい、でまあ今後9月夏休み終わって9月入ってまあ本当にみんなで帰るのかどうかまだわかんないけど、うん、まあとりあえずはもう落とさないことが一番なので、とりあえず落とすのを気をつけてねって言っている時でございます。そうですね、はい、はい、ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいなって思います、はい、ということでそれではバイバーイ。